あのサリを舞台まで、あのサリの下で。どうしようかな。サリで笑いたい。サリをもう一回、サリオブコント。キングオブコントみたいじゃん。コント。サリちゃんをめっちゃ普通なんですけど、サリちゃんをコント劇とか、それかサリナをコント劇へ、そのステージだとどのステージか分かんないという意見を踏まえたら、サリちゃんをコント劇へ、サリちゃんをコント劇へってどう思う？いい？普通すぎ？ボールペン、ボールペンどこやった？なんかね、サリナでもいいと思うんだけどね、なんかサリちゃんの方が可愛い感じがするから、サリちゃんにしようと思うんですけど、いいですか？みんなにサリちゃんって、サリちゃんって呼んで、サリナって呼ばれても全然、サリナも全然いいんですけど、今回なんかハッシュタグにするんだったらサリちゃんがいいかな。ちょっとペン取ってきますね。サリちゃんをコント劇でいい？いいよね。なんかもっとさ、なんかこうロマンチックな、なんかわかるんですよ、そういうあのなんとかをもう一度みたいなのもいいかなって思ったけど、まあ、分かった方がいい、分かりやすかった方がいいかなと思って、サリちゃん、なんか自分でサリちゃんって言うの恥ずかしいわ。はい、サリちゃんのこ、あ、間違えた、サリハッシュタグサリちゃんをコント劇へですどうですか？お、いいですか？皆さん、サリちゃんをはひらがなで、コントはカタカナで、劇は漢字です。これで皆さんぜひ一緒に高め合っていきましょう。すごい、なんかこうやってみんなとこうやってこういうことするの総選挙の時以来だ。こういうの やったもんね、総選挙の時やってた、サリナを神セブンみたいな。皆さんいろいろ意見ありがとうございました。でもテロップに関でもね、もうちょっとそろそろこれで終わりにしようと思ってるので、とりあえずこれはこのこれとともに自撮りして載せますね。はい皆さん長い時間見てくださってありがとうございました。イエーイイエーイ。まあでもせっかくだからキャプチャー撮ろうかな。そうだよ、ショールーム、ショール、総選挙の時ショールームでめちゃ炎上した思い出笑い事じゃないんですけども、そうなんです。
これで写真を撮ります。一回コメントを消します。よし、撮れた。ありがとう。もう笑い事ですか皆さんね。だって私いまだにですけど、いまだに握手会で言われたりしますもん。よし、じゃあ皆さんありがとうございました。長い時間みんないっぱいありがとう。コメントいっぱいしてくれて。感謝です。名前を読みたいけど、13位アロハの服、12位ペコちゃんみたいな顔、11位パンダ、10位お化け、9位髪の毛がキューピーちゃんみたいな、8位プリン、ポムポムプリン、7位ドラクエみたいなドラクエ、あの勇者ヨシヒコみたいなやつ、6位冬って書いてある服、冬っぴかな、5位紫の服に赤い T シャツ、4位猫、3位ティーカップに犬、2位テニスボールと蝶々、1位ラスカル。めっちゃ分かってやすくない今の。じゃあ皆さんありがとうございました。それでは6月1日までに私もちょっとでもレベルを上げて頑張りたいと思います。皆さんまたね。バイバーイ。